歩き始めの子どもたちが手押し車で速さを競う大会が鹿児島市で行われました。エムズ杯 KYT ちびっこカタカタレースグランプリには去年の4月から7月生まれの子どもたちおよそ300人が参加しました。カタカタとは歩き始めの子どもが自分で押して歩く木製の手押し車のことです。猛スピードでゴールする子もいれば、突然止まってしまう子もいました。白熱したレースに会場は沸きました。すごく頑張ってくれて、見てるこっちも楽しくなったのですごく良かったです。可愛らしい表情や仕草に会場は和やかな雰囲気に包まれていました。